インターバル花火、聴覚障害者のためのお花火、命火。一般社団法人日本花火推進協力会の提供でお送りします。花火鑑賞における未知の分野に挑戦する、視覚に障害がある人も聴覚に障害がある人も健常者も一緒に楽しめる花火を作る。これまで以上に花火の花火を見ると子供の頃を思い出す。おお、ワンゴの花火だ。あれはどこから見てもまん丸く見えるんだよ。あれは柳だ。花火玉がポカッと割れて木の子が光の尻尾みたいだろう。花火ってのはな、一瞬で消えてしまうだろう。そのほんの一瞬、夜空にでっかくきらびやかに花を咲かせて消えていく。同じ花火は二度とない。そんな儚い美しさだからこそみんな夢中になるんだ。標準審査だばじいちゃんの笑い声と酒臭い、その祖父が一昨日亡くなった。故郷に戻ってきたのはばあちゃんの葬式以来3年ぶりだ。直径わずか数十センチの弾が夜空近くで爆発すると、何重もの色相の美しさで直径約300メートルの円を描いて広がる。時間にして1、2秒、その一瞬に色は赤から青、木から緑などと変化する。大きな花が夜空を覆い尽くすように一瞬咲き、その爆発音は大地と空気を震わせて、僕らがその響きを体で感じているうちに散った花びらは夜の空へと溶けていく。やっぱり大曲がりの花火は格別だろう。うん、懐かしいね。懐かしい。うん、花火を見ると懐かしい気持ちになる。子供の頃を思い出すからかな。そうか、父さんは花火を見るたびに今を感じるけどな。今、おお、俺今生きてるなって。ああ、じいちゃんの口癖だったね。そう、じいちゃんの受け売りだけど。空にパーッとでっかい花が咲くその瞬間、一瞬心臓が止まるような感覚になるんだけど、その直後にドーンという音でまた心臓が動き出すのよって思うわけ。おお、わし生きてるって。父さんも感じるぞ。ああ、俺生きてるってさ。まあ、キンキンのビール飲んだ時にも感じるけどな。ああ、生きてるって。おお、八重の花火だ。三重の輪が見事だな。けどやっぱり懐かしい。夏休み、お祭り、金魚すくい、ばあちゃんが切ってくれたスイカ、うまかったな。ああ、菊の花火だ。夜空に菊の花が咲いたね。次はボタン。芯と花弁の色合いが変わるのが綺麗だな。大曲がりの花火が始まったのは明治43年。一流花火師たちが出ることを目標にするほどのすごい大会なんだぞ。どうして日本の花火大会がお盆の時期に集中してるか知ってる？それはね、灯籠流しなんかと同じように亡くなった人を供養するためもあるからなんだよ。綺麗に夜空に打ち上がって、一瞬で消える姿はとても儚くて人の命のようだろう。
から続く線香花火のような暗いオレンジ色の花火、わび。花火は進化を続け、現代ではピンクやエメラルドグリーンといった色の花火も作られるようになったが、昔から続く伝統も大切に守られている。昔と今が融合し、花火は見るものを魅了している。東京で元気にやってんのか？あ？うん。たまには帰ってこいよ。正月と花火大会ぐらいさ。大曲は花火大会多いから、しょっちゅう帰ることになるよ。けど、そうだね。やっぱり地元はいいね。帰ってこようかな。戻ってこようかなってこと。本当か？なんで会社でいじめられてるの？違うよ、前から考えてたことだし。あ、そうか。もういいんじゃないか。え、お母さん喜ぶさ。ばあちゃんも嬉しいよ。え、じいちゃんも嬉しいよ。線のように広がるからそう呼ばれてるんだ。たくさんの色で鮮やかだな。おばあちゃんはこの片物花火がお気に入り。花火で夜空にいろんな形を描くんだからすごいよね。ハートマーク、スマイルマーク、猫も上がった。じいちゃん、おばあちゃん、キョロキョロしないで空を見ろよ。ほら、ドーンと炸裂した後に小花がたくさん咲く千人菊だ。やっぱりこれこれ、金色の柳がダーッとしだれていく錦カブロ肉の一斉打ち。体が花火に包み込まれてるようだな。じいちゃん、おばあちゃん、花火ってのは一瞬で消えてしまう。しかも同じ花火は二度とない。そのほんの一瞬、夜空にでっかくきらびやかに花を咲かせて消えていくんだ。そうだね、花火そのもの。だからみんな夢中になるんだよ。そうだね。じいちゃん、俺今生きてるよ。障害者のための花火、命。一般社団法人日本花火推進協力会の提供でお送りしました。